ジョン・ヨハン・チョウは、大韓民国ソウル特別州生まれのアメリカ合衆国の俳優、コメディアン、ミュージシャン、声優である。身長176センチメートル。韓国で生まれ、カリフォルニア州ロサンゼルスに移住した、彼は地元の高校を卒業して、カリフォルニア大学バークレー校へ進学。在学中は英文学を専攻して、1996年に卒業する。その後はアジア系アメリカ人の劇団に参加しながら、高校などで英語を教えたこともある。しばらくして、韓国人向けの雑誌やレンタカー雑誌などのモデルとして働くようになり、チャームドやアメリカンビューティーなどのテレビ、映画などの脇役として出演。1999年のコメディ映画アメリカンパイへの出演で世間にその名が知られるようになった。2004年に制作されたドタバタコメディ、ハロルド&クマールゴー2ホワイトキャッスルでは主役を務め、作品が大ヒット。その人気を不動のものにした。現在ではテレビドラマなどへの出演も積極的に行っており、様々な作品でその顔を見ることができる。また、ミュージシャンとしても活動しており、レフト・オブ・ゼットという名のバンドにも所属している。2009年のスター・トレックにおいては、ジョージ・タケイに代わりヒカル・スールを演じている。アジア系俳優として頭角を現して以来、アメリカ国内の雑誌で魅力的な男性50人やセクシーなコリアンなどにも選ばれるほど人気が上昇している。2006年に俳優、監督として活動している日系人のケリー・ヒグチと結婚。2008年に息子が2012年には2人目となる娘が生まれた2009年5月12日にスター・トレックのプロモーションで来日を果たし、新宿で行われたジャパンプレミアにも出席した。ありがとうございます。